僕がよく行くカフェを紹介します。お、どんなお店？お、気になりますね。カフェ、甘いものが好きという佐々木選手おすすめのカフェをご紹介します。これぞというお店を教えていただきました。それがこちら、はい、なんと週1回は通うというこちらのカフェなんですが、中区国体寺町にあるカフェシュエッチャ、まあ、オープンして2年半の女性を中心に人気となっているカフェということなんですよね。で、どんな商品があるかというとこちらです。美味しそうですよね。まあ、こうした旬のフルーツに合わせたケーキが提供されていて、この時期は明日いちごのケーキであったりパフェもあるということなんですが、佐々木選手、こちらのお店との出会いはどういうものだったんですか？出会いはインスタグラムで見つけて行ったっていうのが初めてだと思います。ご自身が検索して？そうですね、はい。一人で行ったんですか？奥さんと一緒に行きました。はい、中でもおすすめのメニューとかありますか？いや、ケーキも全部美味しいんですけど、僕は金木犀ラテ、今先ほど出たものですね、はい、ラテも美味しいということなんです。で、今日はこちらのお店の今月おすすめのケーキを2種類ご用意しました、はい、佐々木選手には今月限定メニューとなっているいちごが乗ったピスタチオモンブラン、ね、これなんで です、ね、もう見た目からして可愛いですね。ぜひお召し上がりください。いいんですか？これよく食べたことあります？あ、先週いただきました。あ、そうなんですか。はい、さすが週1回通ってらっしゃるだけあります。笑顔になりますね。いいですか、いただいて。どうぞ。あら、ぜひ食べたことのある味かもしれませんが召し上がってください。うん、美味しいですね。美味しい間違いない。間違いないです。甘いもの好きなんです ね、これとあの金木犀ラテを一緒によく食べられる、はい、ね、わ、似合いますね、おしゃれですね。ぜひ松本さんにもということで、松本さんにはいちごのタルトをご用意しました。はい、ね、いちごが、ね、たっぷり乗ってるんですよ。いただきます。ね、これは来月も継続して提供していただけるメニューということなんですが、惚れてまうやろ。おいしい。それ言いたかっただけですね。とっても素敵なお店を教えていただきましたよね。あの、お店の方からもよく家族で来られていて優しいお父さんという印象ですと、気さくに話してくれてありがとうございますとメッセージいただいています。とっても素敵なお店教えていただきました。ぜひまたおすすめカフェあれば教えてください。はい、ありがとうございます。